はい、どうもこんにちは。今日ご紹介する車はこちらですね。クラウンのクロスオーバーです。まあ、だいぶ街中で見るようになりましたけど、じっくり見たことないのでしっかり見ていきたいなと思います。はい、まず、外観ですね。はい、全長が4930の幅が1840ですね。はい、クラウンはもともと国内専用車だったんで、なるべく全幅が広がらないような、考慮してたんですけど、こちらの車は、まあ、アメリカでも売るということで少し広がった感がありますね。はい、で高さが1540ということで、まあ、1540なので、まあ、一応立体駐車場にも入るというサイズというところです。でホイールベースが2850ということで、これは先代のちょっと見ますね、先代のクラウンよりも、70ミリ、短くなってます。先代が2920でしたので7センチで、この短くなっているところの一番分かりやすいのはここですよね。先代のクラウンはこのタイヤからこのフロントドアのこのラインまでが結構幅があったんですけど、これがすごく今回のクロスオーバー短いです。これやはりその FF ベースになっているので、エンジンがやっぱりこのタイヤのライン上にあるというところが特徴なのかなと思います。先代のクラウンですと FR ベースなので、まあ、もう少しこうホイールの中心よりも後ろに、エンジンがあるというような形でタイヤがもっと前に出てたっていうのが、違いですね。なのでこのパッケージにしてもホイールベースが70ミリ短くなったのにもかかわらず、室内空間は広くなっているというのが、今回のクロスオーバーの特徴だと思います。はい、でリアスタイルはこういった形ですね。はい、横一文字テールが光ってますね。はい、ただ、プリウスと違ってここに、トヨタマークがあるので、全くの一文字じゃなくて、間が切れる形の一文字ということですね。はい、で、このクラウンのこのロゴも、RS アドバンスだとこの黒い、なんですかね、こう黒いメッキ調なんですけど、通常の G グレードですと、普通の、ね、クロームのデザインになるということで、この辺が RS アドバンスなのか、RS なのか通常の G なのかといったところの見分け方のポイントになるかと思います。はい、でちなみにクラウンは普通のハイブリッドシナジードライブですね。あのプリウスの新しいロゴではないということですね。はいはい、フロントから詳細見ていきましょう。フロントのヘッドライト、こんな感じですね。3眼式、まあ、4眼式なんですけど、ノーマル、ロービームだと、3つがついて、ハイビームだとこの内側のやつがつくという形になっております。はい、で、フロントもこんな感じということで、開口部がガバッと開いてますが、実は、実際に開いてるのはこの下の部分だけということで、この辺は、デザインだけになっているというところですね。はい、こういった感じです。あと、まあフロントはこの、ハンマーヘッドデザインということで、このデザインがすごく特徴的ですね。はい、クラウンのロゴはこういった形で、ちょっとシンプルな王冠マークということです。はい、フロントはこんな感じです。で、サイドは、こんな感じ、まあ、タイヤはこんな感じですね。はい、サイズは225/4521のミシュランということで、ミシュランのタイヤはこのベルベット調の、デザインなので、すごくこのミシュランというロゴが見えやすいですね。タイヤサイズもすごく見えやすい、225/4521ということです。でこちらのホイールは、
RS 専用のデザインですね。通常の G グレードだと同じ21インチなんですけど、デザインが違うという形で、この辺が RS か G グレードかの見分けポイントになります。はい、はい、ではトランクを開けてみましょう。開けるところはこちらですね。ここをポチッと押すと、電動で開くということです。はい、中はこんな感じですね。広いですね。まあゴルフバッグがただここに少し段差があるので、とはいえこっち側がしっかりえぐれてるのでゴルフバッグは余裕で入りそうです。後ろの方に少しこの段差があるというのが特徴ですね。何ですかねこれ、何ですかね、分かりません。はい、でここにあるボタンを押すと電動で閉まるということです。あと思い出しました、このクラウンは RS アドバンスは確か後ろだけイージークローザーがついているということですね。ただフロントはついてないということです。後ろだけと、後ろだけついてるということですね。はい、内装を見てみましょう。はい、内装はこんな感じです。メーターはフル液晶のメーターになります。そして、モニターは 12.3 インチのモニターという形になりますね。はい、大画面です。で、内装これ RS アドバンスなので、この、タンカラーですね、タンカラーのコンビの内装という形になっております。はい、で、こちらのエアコンのパネルはこういった形で、オートとつけるとこういった形ですね。はい、温度がこういった形で設定ができるというような感じと、シートヒーター、シートクーラー、シートヒーターができるという形になります。で、この辺のデフォーカーのボタンは押す形ですね。で、使えるというような形で、まあ、運転しながらでも使いやすい、デザイン設計になっているかなという感じがします。はい、で、ここには奥だけ充電があって、縦型にこう、スマホを入れることで充電ができるというタイプですね。はい、で、こちらには USB のタイプ C が2個という形になります。で、ここに仕切りがあって、ここ外せば大きい小物入れになるというような形になってまして、ドリンクホルダーが縦に2つと、ちょっと間接照明がついているのがポイントですね。はい、で、あとこれは辺は通常の、まあこれはハイブリッドと同じような、動き方で、 RS アドバンスだけはここがマニュアルモードになります。通常だと B モードですね、ブレーキモードですけど、マニュアルモードになって、マニュアルモードにするとここのパドルが使えるというような形になるかと思います。はい、でちなみにこのここにあるのはモニター監視ですね。顔がちゃんと前を向いているかどうかということで、この辺は、オプションだったと思います。はい、であとこちらには、リアのシェードの、操作するボタンがついてますね。これも押すとどうなるかというと、こういった形ですね。はい、ということでこちらのボタンで操作ができるというような形になっております。はい、リアシートにも乗ってみましょう。はい、こちらは RS アドバンスの、いろんなオプションがてんこ盛りについているモデルなので、ちょっといろいろ見ていきたいと思います。まず、このリアシートの、こういう動かせるスライドができる機能ですね。はい、この辺も、オプションですね。オプションのパッケージオプションになります。はい、でこの辺のエアコンのパネルとかこういう操作も確かオプションだと思います。はい、でここを押すと、はい、ドリンクホルダーが出てくるというところですが、この辺の
機能がオプションになっております。であと、RS アドバンスに標準、唯一標準なのはこのリアのこのアシストグリップ、これが確か RS アドバンスだけ標準だったと思います。このアシストグリップってクラウンの伝統ですよね。歴代のクラウンはずっとこれついてたんですけど、今回は RS アドバンスだけが、RS アドバンスだけが、標準でついてるという形になります。で、あとこの横からシートをこう傾く、助手席のシートを動かせるというこの機能も、レザーパッケージ車が、ついてる機能になります。ちなみに、リアのシートのリアの広さを、まあ、よく握り拳、げんこつ何個分って言いますが、よく分かりにくいので実際に、メジャーを持ってきました。どうですかね。今これ私の運転ポジション、168cm の私の運転ポジションだと、リアはそうです、真上から見て 27cm ぐらい余裕がありますね。はい、 27cm の空間があるという形です。でちなみに、リアシートを、フロントシートを一番前までした場合どのぐらいあるかというのを一回見てみましょう。はい、フロントシートを一番前までした場合ですと43センチかな、はい、の、空間ができるという形になります。で、ちなみにシートを一番後ろまで下げた場合、さあどうなるか。シートを一番下げた状態ですと18センチということですね。このぐらいの、逆に言うとスライド量がこれだけあるということですね。まあ、こういった形の広さというところが参考になるかなと思います。はい、今度はリアのシートの座面の高さを見てみましょう。下からだいたい真横から見て68センチぐらいですかね、この一番高いところで。お尻の部分でいくと62センチぐらいと、まあ、よく見るとそうですね、60センチぐらいといったところですかね。はい、まあ、このぐらいの座面の高さというところですね。はい、はい、フロントシートを見てみましょう。フロントシートも、まあ、ハイトの高さの設定はあるかと思いますけど、フロントシートがこれもだいたい68センチぐらいですかね。はい、でお尻のポイントで、どうですか、60センチぐらいですかね。だから、まあ、フロントとリア、大体座面の高さは同じぐらいということで、まあ、60センチぐらいの高さにシートがあるっていうのは、やっぱり乗り降りしやすいでしょうね。はい、はい、ということで、新型クラウンのレビューでした。まあ、あのクロスオーバーらしい、スタイルということで、まあ、新しいクラウンが演出できているのかなと思います。まあ、私個人的にはクラウンスポーツが結構気になるなと思ってますが、この 2.4 リットルターボもどんな走りなのかというのはちょっと試してみたいなと思います。なんか乗る機会があったらまたインプレッションしたいなというふうに思います。はい、まずは今日は外装内装のご紹介でした。ご視聴ありがとうございます。あとちなみにクラウンで変わった部分でいくと、トランクのオープナーがこうなりました。今までのクラウンってこの辺についてたんですよね、ドアパネルのところ。それが、今回のクラウンから、こちらに変わったということで、一つ伝統が変わったのかなというところです。まあ、これ先代のクラウンもちょっとチェックしないで、先代からもしかしたら変わってたらごめんなさい。僕の記憶ではクラウンの歴代というのは、トランクオープナーここにあるという認識でした。まあ、今回から変わったというところですね。